主演さん、陳意、また会ったね。店長のご両人、よくぞ来てくれた。二人とも機嫌が良さそうだね。講習の準備も順調そう。これも六分街の皆さんのおかげです。自発的に参加してくれただけでなく、いくつかの外区で宣伝もしてくれたんですから。主演さん、後で副総監と一緒に市民の質問に答えるんだろ。ここ数日凛は自分が質問するんだって相当張り切っているよ。それはお手柔らかに。主らは知るまい。主演はこの手のことが一等苦手でな。緊張して咳をするまいと我の茶壺から三杯も飲んだのだぞ。長官、お客様とお話し中のところ申し訳ありません。こちらは先ほど届いた報告書です。カルロモロンから提供のあったホロー内の複数地点について、具体的な座標を解析しました。お二人に目を通していただきたく。ありがとう、ご苦労様。また先ほど連絡があり、ブリンガー長官が間もなく到着されるそうです。メディアもすでにあなた方の写真を撮るために待機していますよ。主演、我らもお迎えに上がらねばならぬようだ。これらの地点については 2,3 日中に人を連れて現地に。ん？なんぞこれは。何やら奇怪な座標に見えるが。奇怪？先輩、何か気づいたんですか？何かあったの？リン、アキラ、すまぬな。受け取った報告書にどうもおかしなところがある。少し主演と相談する必要があるゆえ、主らは先に建物に入っておれ。死刑。カルロ・モロンといえば、この前 EMP 発生装置を使って事件を起こした犯人だったね。嫌な予感がする。リン、主演さんたちの近くに行って様子を伺ってみよう。先輩、モロンが提供した座標ですが、確か彼の組織が以前に下見をしていたという地点だったはずです。先輩は奇怪と言いましたが、具体的にどういうことです？主演よ、前に広場で見つかった例の怪物、覚えておるな？もちろんです。あれの残骸を回収する作業が確か今日の午後に。待ってください先輩、まさかこの二つの事件には関連があると。かもしれぬ。気づいたのだが、モロンが提供したいずれの座標も残骸を運ぶ自動輸送車の走行ルートと重なっておる。何ですって？モロンが持っておったあの EMP 発生装置も車両のセキュリティに特化した改造がされていた。その上でうまく使えば伝送系を破壊せず解錠できることは実証済み。組織がエーテル物質用の密閉容器を仕入れたというモロンの証言から、治安局は奴らの狙いを大企業が希少なエーテル資源を運ぶ輸送車両と仮定したが、実のところ企業の輸送車両と治安局の自動輸送車は同じ型式なのだ。もしそうなら自動輸送車が危険です。車両は今どこに？確認する。見つけたぞ。信号に遅延はあるが、車両は目的地に近づいているようだ。だが記録によると、およそ15分前、ホロー内のある地点で10分前後停車しておる。10分。一見短いようですが、 EMP 発生装置を手にルート上であらかじめ待ち伏せておけば、証拠を持ち去るには十分な時間です。先輩、このことを局に報告しないと。すぐに連絡を。まあ待て主演よ、フォローを走行する自動輸送車はフォロー内の構造変化などによってその場に一時停車することがままある。故に自動輸送車が襲撃された根拠はないのだぞ。
この段階で報告したところで局は人をよこしたりせん。せいぜい規定にのっとり遠隔分析というあたりが関の山であろう。確かに。ですがそんな悠長なことをしていては間に合いません。心配事はそれだけに限らぬ。例の怪物の回収は日時が決まって間もないこと。ましてやホロー内の走行ルートなぞ機密も機密なのだぞ。民間人には知る由もない。だがモロンによれば奴の所属する組織はある程度時間をかけてホローを下見していたというではないか。つまり治安局に内通者がいるかもしれないと。さよう。今輸送車のことを報告するとヤブヘビになりかねぬ。状況を鑑みるに我が自らフォローに向かった方が良さそうであるな。待ってください先輩、それは服務規定違反ですよ。第一リスクが大きすぎます。終焉よ。これは一刻を争う事態なのだ。我らが言い争っている場合ではないぞ。今日の講習には大変な準備を費やした上、メディアも大勢詰めかけておる。主にとってもブリンガー長官に良いところを見せる得がたい機会。この場は任せたぞ。我は主の部下だが、それでも先輩と呼んでくれるではないか。今日ひとたびはその先輩を信じてみよう。必ず無事に証拠品を持ち帰ってくる。ブリンガー長官の車です。長官が到着した。逡巡しておる暇はないぞ。終焉よ。あとは任せた。ではな。祀るべく亡きを祀るは徹来であり、義を見てせざるは言うなきなり。ん？先輩が言ってたことですよ。大事なのは私たちが治安官として何をすべきかを知っていることだと。確かに私は長官の影響でこの仕事を選びました。ですがそれは彼への恩返しでも褒めてもらうためでもありません。あの時の長官と同じように誰かを守れる人間になりたい。それだけです。主演無視は。先輩、私も一緒に行きます。あのフォローにいる敵は一筋縄ではいきませんよ。二人で証拠品を守り抜きましょう。それにブリンガー長官があの時の長官のままならきっと私たちの選択を認めてくれるはずです。あの怪物の証拠が危ない以上、私たちも指をくわえて見てらんないね。前回のようにあの二人を可能な限りサポートしよう。私に命令、いつでも戦える。こちらアンビ、配置についた。終焉よ。我らの推測に照らせば犯人はすでに証拠品を持ち出しておるはず。いかにして奪還すべきか良い考えはあるか。はい先輩、思ったんですが、犯人が治安局に異変を悟られないよう輸送車の伝送系を破壊していないとしたら、ドライブレコーダーも生きている可能性が。車両が一時停止していた具体的な場所を割り出せます。証拠品は決して小さくはありません。犯人も素早く移動することはできないでしょうし、その過程で痕跡も残しているはずです。これらが行方を探す手がかりになるかと。うむ、理にかなっておる。まずは輸送車を見つけ、我らの推測が正しかったかどうかを確かめねばな。
輸送車の信号を我はモニタリングできる。いざ行かん。リン、シュエンさんとチンイは先に自動輸送車を探しに行くみたいだ。フェアリー、輸送車の位置はわかる？皇帝、治安局自動輸送車の正確な位置を測定中。フェアリー、二人が最速で車両の近くまで行けるよう僕たちでサポートする。ルート設計は任せた。自動輸送車の GPS 信号はそこであるの？ここの移動装置は使えないみたいです。向きを変えてみるとしよう。うむ、これは重い。リン、シュエンさんたちが足止めを食らっているようだ。マスター、付近の団体射出装置は方向を調整できます。よし、みんなのために近道を切り開く。ここのスイッチは全部何度でも操作できる。向きをよく考えてみよう。装置が勝手に動いた。装置が使えるようになりましたよ。うむ、出発するぞ。だがどうも妙だな。リン、僕たちもついていこう。マスター、自動輸送車へ向かうルート上に高エーテル活性反応です。輸送車は近い。先輩、すぐに向かいましょう。ようやく見つけました。これが自動輸送車です。先輩、すぐに車両の状況を確認しましょう。外観は異常なし。何かが破壊された痕跡も、ドアを開けた形跡も全くない。中を調べねばならぬようだ。証拠品の保全が目的とはいえ、勝手にそんなことしたら始末書と減給は免れませんよ。でも今は考えないようにしましょう。先輩、車のロックを開けるのを手伝ってください。あれ、証拠品の入ってる箱ちゃんとありますね。シールで封もしてありますし。主演、ファイルにあった証拠品の写真と比較を行った。シールの角度が3度ずれている。箱の中にあるエーテル物質の気配も広場で感じたものとは異質であるぞ。やっぱり犯人はすでに証拠品を持ち去っていましたか。そうではないと見せかけるためにわざわざこんなものまで用意して、盗むだけではなくハンドの目も欺こうとしていたみたいですね。あの怪物にはどうやら人に知られてはならぬ秘密があるようだ。シュエン、用心せい。避けられた。バカ言ってんじゃねえ。相手は捜査課の連中だぞ。そう簡単にやれるか。半日もここで資金庫を捨てたってのに、もうちょい慎重にやれただろうが。そう焦んなよ。情報じゃ奴らは二人だけだ。奇襲は失敗したが、俺たち兄弟なら余裕で片付けられるか。
よ。我に従え。はい、来い。こやつら思ったより難敵だぞ。先ほどの言い方からすると、我らが来ると知っていて車両の近くで待ち伏せておったようだ。一体どういうことなんでしょう。まさか私たちが証拠品を探しに来るという情報まで漏れていたと。おい、あの二人は片付いたのか。うわ、向こうにいるぞ。主演、奴らの仲間が追ってきよった。急ぐぞ。警告、治安官の付近に複数の生体反応、急速に接近中。治安官2名に直ちに向きを変えるよう勧告してください。このままでは武装した大勢と鉢合わせることになります。リン、聞こえたかい。主演さんたちの進行方向には敵が大勢待ち構えている。フェアリー、どうにかして敵を遠ざけらんない。マスター、残念なお知らせです。該当エリアにはアクセス可能な電子機器および操作可能な装置がありません。リン、それは間に合いそうにない。地図上の表示ではシュベンさんたちはもう行き止まりに追い込まれている。先輩、気をつけてください。ここにも待ち伏せが。捕まえろ。いい、どかぬか。囲まれた。気をつけい。包囲されておる。落ち着いて対応しようぞ。敵の攻撃が激しい。私たちを制圧するためには一体どれだけの人数を。警戒してください。いい連携。ようです。応戦しないと。ですがこのままだと弾薬が底をつきます。執行。抵抗は無駄よ。逮捕する。出ませんよ。まずいな。二人とも建物の中に閉じ込められた。お兄ちゃん、まず落ち着いて。確かに主演さんたちは包囲されてるけど、敵もすぐ手を出せるような場所じゃないから、近くに何か使えそうなものがないか今のうちに見てみよう。マスター、目標治安官の所在エリアから不安定な空間の裂け目が複数検出されました。一般的なキャロットのデータには表記すらされないものです。この裂け目を利用できれば目標の2人を現在地から離脱させられます。リン、フェアリーが空間の裂け目を見つけたけれど、問題はどうやってそこまでのルートを2人に伝えるかだ。助手任務、フォロー環境であれば私はチンイー治安官の持つ無線へ安全にアクセス可能です。待ってくれ。直接チンイーの無線にかけたりしたら僕たちの存在が露見してしまうだろう。お兄ちゃん、なんかプロ騎士がいるってバレるだけならリスクは許容範囲内だよ。ここはとにかく人命優先ってことで。確認、マスターの当面の目標は治安官2名を現在のエリアから離脱させることですか、それともこの苦境から救出することですか。フェアリー、
その2つは同じことなんじゃないか。規定、遠隔通信状況下において治安官2名を現在のエリアから離脱させられる確率は 87.1% です。ですが飢餓の戦力差が極めて大きいため、目標の周辺環境をリアルタイムに把握できない遠隔通信では失敗のリスクが急速に高まることがありえます。つまり主演さんとチンギーの安全を確保したいなら、リンがプロ騎士として同行するしかないと。皇帝ですが、マスターを治安官の面前に立たせることは比較的大きな安全上のリスクをはらんでいます。はあ、全く頭が痛いな。シュエンさんとチンイーが治安官でなければこんな風に悩む必要もないのに。お兄ちゃん、チンイーが言ってた言葉覚えてる？義を見てせざるは言うなきなり。シュエンさんとチンイーはいい人だもん。私たちが将来背負うかもしれないリスクなんかより、今何もしなかったせいでこれから一生後悔することの方が私はずっと怖いよ。リン、それにさ、いい方向に考えてみようよ。みんなで協力できたらこのピンチを乗り越えられるだけじゃなくて、盗まれた証拠品も取り返せるかもって。皇帝、マスターの考えは合理的です。わかった、そうと決まれば二人を助けに行こう。いかん、行くも戻るも敵が完全に塞いでおるぞ。どうにかして注意をそらさぬ限り活路を見出すことはできぬが、主演よ、この窮地を脱する策が浮かばぬ場合は我が敵を引きつける。主はその隙にここを脱し生き延びよ。先輩、何バカなこと言ってるんですか。フォローへ調査に入ることを癌として譲らなかったのは我だ。我が思いとどまっていれば主までも危険にさらすことはなかった。それに我は人の身にあらず、ボディを失うことは大した問題ではない。だが主は違うであろう。待ってください。先輩、私はあなたの上官ですよ。今日のことで席を追うべき者がいるとすれば、それは私です。あなたの身体機能は私より優れています。一人だけ逃がすとしたら、より生還する確率の高いあなたであるべきです。主演よ、今は言い争っている場合では。その通り、言い争うのはやめよう。二人とも何やつ。無線から声が。私たちの暗号化周波数を解読した。一体どうやって。どっちをおとりにするかなんてそんな話してる場合じゃないよ。二人揃ってここを切り抜ける方法聞きたくない。主は何者だ。どうして我らが主の言うことを信じられると。信じる根拠になるようなものはないんだけど、私はプロ騎士だよ。本当ならあんたたちの前に現れるべきじゃなかったんだけどね。プロ騎士だからって良識がないわけじゃないよ。あんたたちを見殺しにはできないってだけ。プロ騎士。よかろう。主の見立てではいかにすべきであると。私が逃げるチャンスを作る。それじゃあ指示を出すよ。ですがまだ敵が。まあ任せて。今だよ、急いで。逃げたぞ。次はどうすれば。裂け目に向かって直進して。裂け目。裂け目だ、怖い。急いで来よるぞ。前方裂け目がもう一つ。どこまでも追ってくる。これじゃ拉致が開かない。一個方法があるよ。危険は伴うけど二人なら大丈夫。
しよ。いるのであろう。姿を見せぬか。二人とも、やっと会えたね。もしや、白銀重工のポンプではないか。いや、波のポンプに、ムシほどの知能は持たせられぬ。ましてや我らの無線に介入する能力など、もってのほか。ムシ、一体何者だ。先輩、聞いたことがありませんか。インターノット上にかつていたという伝説的なプロ騎士。自らフォローに入って先導するのではなく、フォロー内外をリアルタイム通信で結ぶことによってそれを可能にしたという。ハエトーンか。その通り、私がパエトーンだよ。なれば、我らが白銀重工の通報を受けた時、主は陰で全てを見ていたのだな。そうだよ。あの日、私はフォローで白銀重工がなくしたものを探すのを手伝ってた。でもその奥で思いがけずあの怪物に出くわしたの。あんたたちと同じように、私もあの怪物には裏があると思った。あれの背後に隠されてる陰謀と、私がずっと追いかけてることが関係してる可能性があるから。つまり、私たちを助けたのは、証拠品が無事ハンドに渡り、怪物の真相が明らかにされることをあなたも期待しているから、そういうことなんですね。そういうこと。証拠品を取り返したいなら今からでもまだ遅くないよ。治安官養成マニュアル173ページ。緊急事態発生時、治安官は市民を身元調査なしで協力者に任命できる。先輩、それは。私、協力者になりたいの。今からでも遅くないよ。きっと証拠品を取り返せるって。わかりました。確かに今はあれこれ質問している場合じゃないですから。パエトーン、正式に私たちへの協力をお願いします。でもあなたも見た通り、敵は明らかに万全の体制で襲ってきています。今の戦力で彼らと正面からぶつかるのは無謀です。心配ご無用、私に任せて。戦力で負けてるならフォローの特性を生かして張り合うんだよ。私得意なんだよね。自動輸送車の停車地点付近です。周囲の環境データをロード開始。マスター、前方に廃棄されたツールボックスがあります。この事件に関連する手がかりと推測、気にかけておきましょう。さて、治安官の本領発揮といこうぞ。思考空間を構築して手がかりをつなぎ、事件を解き明かす。これを使い、我の思考空間にアクセスする。モニターデバイスで思考空間を視覚化しました。集めた手がかりは記憶エリアに入れられる。隣接する手がかりを埋めれば問題も浮かび上がろうぞ。今はまだ手がかりが足りぬ。戻ってよく探すとしよう。マスター、ここの地面には人為的に隠された足跡があります。手がかりは思考空間に収納されます。マスター、現在地付近の電子機器にそれぞれ
程度の異なるトラブル及び破損が検出されました。手がかりは思考空間に収納されます。ここに小型フォークリフトが止まっています。事件の手がかりである可能性があります。少々お待ちください。解析が完了しました。保存した録音を再生します。頑丈なボディの車にしろってボスから言われたろ。なんで吹きさらしのフォークリフトが出てくるんだよ、このタイゴ。走れればそれでいいじゃないか。フォローで今日は風が騒がしいなとかやるのか。まあいい、さっさと運転しろ。あと少しで自動輸送車が来る。頭のキャロットデータをチェックしとくか。思考空間に新たな謎が現れました。集めた2つの手がかりから1つの問題が導かれました。マスター、回答してみますか。確かに残されていた痕跡から見て、犯人たちはフォークリフトで現場に来た可能性が高いでしょう。全ての問題に回答できれば真相はおのずと明らかになる。皇帝、犯人たちは徒歩で現場を離れた可能性が高いでしょう。倒れています。思考空間に新たな有無、それぞれの手がかりを踏まえるとこの推理は筋が通っておる。重要な問題が浮かび上がりました。犯人たちは証拠品を運んでいるわけですから、そこまで遠くには行けないような気もします。
犯人たちは証拠品を運んでいるばかりか、キャロットもありません。近くに隠れて仲間を待とうとするのは理にかなっています。マスター、事件の手がかりが全てつながりました。これより事件再現を実行できます。事件再現は現時点での手がかりを利用して犯罪のプロセスを再現するシミュレーションです。再現はバーチャル環境につき物を拾うことはできません。マスター、事件再現中も現実の捜査に役立つ重要なピースが見つかる場合があります。注意してご覧ください。は何やら小さな扉の前でひそひそ話をしています。マスター、現実世界へ調査に戻ることが可能です。犯人たちがどこから立ち去ったかもう分かっています。さあ早く行ってみましょう。隠し出口を発見しました。見てください、あそこに空間の裂け目が。でもこのエリア、どうやって通過すればいいんでしょう。マスター、侵食されたカメラを発見しました。一部データを読み取り可能です。
地の通行ルートを記録しました。現実世界に戻りましたらリアルタイムでガイドします。犯人たちはこの犯人たちの通行ルートをマークしました。よくやったフェアリー。よし、ルートに沿って進もう。前方に放棄された建物がいくつかあります。マスター、侵食された。何言ってるんだ、治安官を逃がした。もう分かった、どこかに隠れる。壁の上に隙間がある、ここから入ろう。辺りの壁は隙間だらけ。場所を把握すれば通り抜けられよう。再生終了。乗じて不意をつく。あいつら逆なんか言わせて証拠品を取り返そう。ソレノイドエンジン。先輩、敵が持っていたこの箱ですが、中はすべてエーテル物質です。本物の証拠品かどうか見てもらえますか。うむ、間違いない。この気配、たとえ密封されたかけらであろうと全身がそうけ立つようであるぞ。よかったですね、ようやく取り戻せました。包囲していた連中も思いもよらなかったであろう。我らに逃げられたばかりか、証拠品まで奪い返されるとは。あとはフォローを離れさえすれば安全だ。シュウさん、チンイ、フォローの出口が近くにあるよ。連れて行ってあげる。先輩、出口は目の前ですよ。二人とも
今日のところは見逃してくれるって感じならお先に失礼するね。安心せい、恩をあだで返せば雷に打たれると言うからな。それにプロキシは問答無用でヒットライイというのもかねてより公平さに欠けると思っておった。うん、先輩、治安官がそういうこと言っちゃいけないと思いますけど、とにかくパイトン、本日はご協力に感謝します。お礼を言うのはこっちもだよ。自動輸送車が危ないって小さな手がかりから気づいてくれて、証拠品を守るためだからってフォローにまで入ってくれたんだから。じゃあね、治安官さんたち、次に会うときはお互い一触即発の状況じゃないといいね。先輩、パイトンは行ってしまいましたね。私たちも早いところ証拠品を持ち出しましょう。うむ、行くとするか。はて、パイトンはこう言っておったな。自動輸送車の危機に手がかりから気づいた。証拠品を守るためとはいえフォローにまで入ってくれた。主演よ、今の言葉怪しいところがあったと思わぬか。怪しいところ？あ、そうですよ。パイトーンが証拠品のすり替えに気づいたのはてっきりフォローで輸送車を監視してたからだと思ってました。でもその場合そこに治安官が来たら命令か何かだと思いますもんね。普通あの口ぶりからすると私たちがフォローの外でしていたやりとりも知っていたみたいですね。これは意外な収穫。パイトーンは今日あの講習の場にいたのかもしれんのか。来たね、リン。今日は暇かい？一緒にルミナスクエアの治安局まで行かないか？え？なんでまた治安局？今日はシュエンさんとチンイーの二人が元の局に戻る日だと聞いたんだ。フォローの中だったらきっとお互い会わない方がいいんだろうけど、フォローの外では会いたくても簡単には会えないかもしれないだろう。一理あるね。せめて二人の連絡先ぐらいはゲットしとかなきゃ。それに僕が考えていたのは二人に贈り物をすべきだってことさ。例えばこの治安官が題材の映画非常なる任務のコレクターズエディションなんてどうだろう。確かラストで主人公が上官に逆らって住民を守りに行くやつだよね。面白い映画だったよね。あの二人はもうすぐ出発してしまうらしい。僕らも早く行こう。先輩、荷物の梱包が終わりました。車に積み始めますよ。やあ、二人とも。なんとか間に合ったみたいだ。店長のご両人ではないか。どうしてここへ？自分たちの局に戻っちゃうって聞いたから、お別れを言いに来たの。僕ら、知り合って長いというわけではないけれど。二人とは忘れがたい時間を共にしたからね。でもシュエンさん、講習の日は壇上でインタビューを受けるんじゃなかったの？最後に出てきたのメガネかけたおじさんだったけど、私シュエンさんに質問できるのすっごく楽しみにしてたのに。ごめんなさい、あの日は急に先輩と厄介な事件の担当になりまして、詳しく教えることはできないんですが、見事解決しましたよ。あなたたちが
六分が EMP 事件の重要な手がかりを提供してくれたおかげです。そうだったのか。何にせよ解決したならよかった。せっかくこうして知り合えたんだし、ビデオ屋から記念品でもと思って。治安官が主役の映画だよ。気持ちはとても嬉しいです。ただ治安局の規定でこうしたものを市民から受け取ることができなくて。ですがランダムプレイの顧客として買い取らせてもらっていいでしょうか。もちろんだよ。毎度あり。リン、主演さんたちは出発の準備があるみたいだ。この辺で失礼しようか。ついでに近くをぶらついて、この前果たせなかった美味しいご飯にリベンジするのもいい。ルミナ文書に臨時派遣されて、こんなにたくさんのことが起こるなんて当初は思ってもみませんでした。いかにもイベントはにぎわい、されど事件はきりなし。証拠品も回収してみじまいと思えば、ほれ惜しいかな、始末書がまた一枚。どうしてまた委員を。すみません先輩、電話が。もしもし。珍しいわね、こんな昼間にかけてくるなんて。今日は忙しくないの。ごめん、今しがた我らの卒業アルバムを眺めていてな。なんで急に卒アルなんて。また変な修行でもしているんじゃないでしょうね。ああ、これは写真を頼りに往年の同輩全員の名を思い出そうという修行だ。時に主演、私に宛てた寄せ書きを覚えているか。あなたが誠の正義を追い求め、都市を覆う邪悪な闇を切る誤報の剣となれますように。ちょっと大きな声で読まないでよ。周りに誰かしらいるんでしょ。すまない、だが私はこの一節がどうも気になってな。お前の言う誠の正義と誠でない正義はどう違う。誠のメロンとメロン味の飴のようなものか。どちらもメロンの味がするというものは多い。かたや私の買うメロンは甘かった試しがない。それでも私は誠のメロンを好む。お前が誠の正義を求めるように、メロンとはメロンなのだ。そこに決して偽りはないからな。みやびなりに励ましてくれてるのね、ありがとう。で、どうしてハンドにいるあなたが知っているの。私が局から処分を受けたこと。白義重工が発見した正体不明の怪物がロッカに回ってきたからだ。私の情報官からも知らせがあった。近々詳しく聞き取りをするため、お前にはうちの課まで足を運んでもらうそうだ。あの証拠品があなたたちのところに。やっぱり何かあったのね。ああ、ここからが本題だ。怪物の残骸に仮面のような人工物の破片があった。そして内部の残留物からは人間の DNA が採取された。あの怪物の身元が分かったと。残念ながら死体が男性のものだということしか分からなかった。都市における全行方不明者および犯罪者の DNA と照合を試みたが、どれとも合致しなかったのでな。都市の外から来た身分登録のない人間という線もあるが、お前はどう見る。犯人はフォローに入ることも厭わず証拠品を奪おうとした。あの死体にはきっと何か秘密があるわ。少なくともその男、全くの無名の輩というわけではないはずよ。同感だ。だが今のところこの謎を解く鍵は見つかっていない。情報ありがとう、みやび。また近いうちに。ああ、それでは。すみません先輩、お待たせしました。今しがたの電話、断片から察するにハンドの方で調べていた証拠品の件、進展があったのであろう。ええ、何やら重要そうな発見があったとか。その一方で
不可解な謎も増えてはいますが、とりあえず乗りましょう先輩。詳しい話は道中で。うむ、行くとするか。久しぶりね、パールマンさん。弁護士か？遅すぎるぞ。そっちが希望した面会だろうが、どれだけ待ったと思ってる。おお、ま、待て、どうしてお前が。あんな大それたことをしておいて、よくも抜け抜けと顔を出せたな、サラ。それは違うわ、パールマンさん。爆破エリアを住民ごと吹き飛ばすのはあなたのアイデア。それにあなたの技術顧問兼秘書のサラなんて人間は初めから存在しないの。そう歯を食いしばらないで。私は今日ここへ真面目な相談をしに来たの。法廷では率先して全ての罪を認めてちょうだい。檻の中でも最高の待遇を受けられるよう私たちが計らうわ。うん、最初に私のところへ来て爆破計画をそそのかしたのはお前とその背後にいるやつではないか。それをよりにもよって私一人に罪を着せるつもりか。実に打算的なことだな。聞いたぞ、白義重工がホローの広場で怪物を見つけたと。回収した残骸も盗まれかけたそうだな。実際私は以前から疑問に思っていた。あの広場に地下鉄なんぞ通っていないのに、お前の計画書には調査と爆破の手配があった。お前らの本当の目的はあれの回収だったんだろう。私が法廷でこのことを喋ったらどうなると思う？パールマンさん、そんな根拠のない妄想に判事が耳を傾けるとでも？妄想だと？ならはっきり言ってやろう。私が握っていると言ったらどうする？貴様とその背後にいるやつがビジョンの爆破未遂に一枚噛んでいたと証明できる絶対的な証拠。パールマンの話聞いてたかしら。しつこい男は嫌いだけど、彼の切り札は本物と言わざるを得ないわ。楽しんでいるような口ぶりだな。まさか。私は真剣に私たちの協力関係を心配してるの。で、これからどうするつもり？彼のお願いを聞いてあげるの？対処法を考える。